いよいよ初日ですけど、はい、今どんなお気持ちですか？そうですね、まあ一月ぐらい稽古してきたんで、まあ、楽しみにしています。こうちょっと得体の知れないというかポスターだけだとどんな舞台だろうっていう感じがするんですけど、虹とマーブルというね、はい、昭和の話なんですけど、まあ、こうキラキラしたお話ですね。キラキラ、あらゆる高嶺の花に手を出してしまうという話です。ざっくりしてますね。そうですね。皆さんにとってこの舞台を一言で言うとどんな言葉ですかね。皆さんにお聞きしてもいいですか。年齢順に行きましょう。年齢順。あ、俺だ。皆さんがどんな言葉。すごい。一言で言うとこんな舞台ですっていうのは。ああ、キラキラしてますね。キラキラしてますね。キラキラだね。そうなんですか。富坂さんもキラキラ。キラキラだと思います。小出くん演じる文字という男の人が、その昭和の60年代から70年代 の激動の時代をこう、とにかくね、必死に金金金と邁進していく感じが、そしてちょっとね、最後その暑さの中にこう悲しみと白みがあるというか、かっこいい話だよね。かっこいいですね。大阪さんは極妻って書いてあるじゃん。倉持さん あのインタビュー、極妻を意識してる。極妻を見ました。DVD。貫禄がすごいあったっですよね、はい。今ちょっと迫力が。迫力がすごいですよ。はい、迫力。もう目が怖いですもん、ちょっと。本当ですか。アイラインのせいだね。はい、木村さんはどうですか。そうですね、僕はでも1ヶ月稽古してきて、はい、虹とマーブルものすごい、その文字っていう小出圭介さんがその時代を全部背負ってるっていうか、激動の時代を力強く進んでいく感じが、その当時となんかすごく被るっていうか、役柄リンクするからもすごい力強さもキラキラの中にあるっていう感じですかね、僕。黒島さん、初舞台ということですけど、緊張してます？あ、緊張します。はい。でもなんか楽しんで、はい、お芝居できたらいいなって思います。なんか落ち着いた感じがちょっと伝わってくるんですけど、はい、なんか今どんな気持ちなんですか？あ、でもなんか楽しみの方が大きいです。なんかこれから本番始まって、まあ、稽古もすごい楽しかったですし、なんかこれからやっとお客さんに見てもらえるっていう、なんだろう、ワクワクっていうか、まあ、緊張もありますけど、それが今楽しみです。実際どうですか、小出さん、ご覧になって。いや、今緊張してるって言ってましたけど、嘘ですね、これ。真っ赤な嘘。全然さっき、まあ、カーテンコールの練習って、まあ、最後にね、挨拶する練習なんですけど、これが一番緊張するって言ってそれまでは緊張してないです。でも、まあ、カーテンすごいたくましいと言いますか、すごいたくましい、すごいですよ、堂々としてないです。肝が座ってるから、肝が座ってる、本当にね、すごいです。友坂さんは以前、はい、一緒にドラマされたことはありました？クロちゃんですか？初めて。初めて、はい、です。そうですか。結構皆さん、じゃあ今回初めてっていう方が多いんでしょうかね。一回小出くんとはドラマで、そうです、動物園のやつで、動物園動物園ドラマで、ね、動物方面でちょっとでもこういった先輩方と一緒で、なんかもうこの1ヶ月の稽古で得たものってありますか？なんか舞台って初めてだったんで、分からないことが本当に多くて、今日やるゲネプロとかも分かんなくて、場当たりとか何ですかとか、そういうもう上手下手とか、そういうもう基本的なことからすごいいろいろ皆さんに教えてもらえて、だからすごい、あの皆さんと一緒の、なんだろう、一緒で初舞台ってすごい良かったなって。ね、素晴らしいですね。ね、100点ですね。今の使いましょう。皆さんなんか20年ぐらいの人生を演じるということですけど、はい、うん、どうなんですか、その長い期間。長いですよね。だから僕も20代から40代までやるんですけど、なかなかこうイメージできないと言いますか、
白髪とかしたりするんですけど、なかなかね、うん、そうそう、どうでしょうっていうか、こう、うん、家族できたりとかしますし、そう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 、うん、皆さんにとって、あの、ね、小出さんたちにとってちょうどご両親の世代ぐらいになるんですかね。そう、ちょうどそうですよ、うちは大体そうですよね、うん、60年代、70、80年代まで行くのか、行かないのかな、なんですけども、なんかこの年代の人で参考にした人って言いますか。ああ、その昔の俳優さんっていうか好きなんで、まあこう石原裕次郎もそうですし、勝新とかもそうですけど、こう豪快な印象をなんかある程度持っていて、それを取り入れられたらと思います。